それでは第4回目でございますが、神戸大学庁の定例記者会見を開催させていただきます。本日神戸大学から ご報告させていただきますトピックス5件ございますが、まず最初のトピックスとして、世界の日本研究は漫画アニメ研究に動くというテーマについては、人文学研究科の由井教授にご説明させていただきたいと思います。ご存じの通り、非常に日本の漫画アニメ等の文化がですね、世界的に非常に注目されているということで、本学の由井教授がこの分野では第一人者であるということで、今回ご説明をさせて、どういう状況にあるのかといったことと、先生の研究内容も含めてご説明いただきたいというふうに思っております。2件目でございますが、国際文化学部平成28年度の入試から、これ本学では初めてになるわけですけども、トイフルの利用による推薦入試を導入したいという計画で今検討を進めているところでございます。で、本件につきましても国際文化学部部長の方から内容についてご説明をさせていただきたいと思っています。で、3件目ですが、天然鉱物に圧力を加えることで超伝導出現ということでございますが、ご存じの通り超伝導という現象を使って非常にいろんな広範囲な利用応用がですね、今世界的に研究が進められているわけでして、その中でも重要な超伝導物質の探索というのが極めて重要な位置づけになっているということで、本学の理学研究科の北川博士の方から新たな超伝導物質を発見することができたというトピックスがございますので、その説明を第3回3件目に説明させていただきます。あと4件目5件目については、配布資料の配布だけでございますけれども、今回ご報告をさせていただきたいというふうに思っております。人文学研究科の由井でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。漫画アニメのお話をいたします。しかしこれはですね、学問研究の対象としてどんなふうに考えたらいいのか、もう一つは伝統的な日本研究との関係をですね、どのように考えればいいのか、そういうことが一つの焦点でございます。国際文化学部長の月でございます。今日は平成28年度の入試、学部の入試でございますから、英語の外部試験のスコアを利用した推薦入試を導入することを決定しましたので、ここで報告させていただきます。今回、天然鉱物でありますキンテルル2という物質において、新しく圧力で超伝導になるということを発見しましたので、そのことについて簡単にご説明させていただきたいと思います。12月、今月の21日でしたが、ベトナムのハノイで、京大阪大神戸大学長がシンポジウムを開催するということで今準備をしているところでございます。内容はグローバル人材の育成に関するシンポジウムを開催したいと思います。で、それぞれの大学がですね、ご存じの通り、グローバル人材の育成についてはそれぞれユニークな取り組みもされてますし、経験もいろいろ豊富な大学でございますので、ぜひベトナムの、ハノイでですね、日本の三大学、関西の総合大学三大学がですね、揃ってこれに対していろいろディスカッションを行う。で、日本からはその三大学ですが、ベトナムからも三大学の大学が参画してですね、いろいろディスカッションをするという予定にしております。もし機会ございましたらご参加いただければというふうに思っております。